平野翔が魅了する。ワンジュンギョポップアップイベントの全貌とはファンカン類。日本橋で体験したワンジュンギョの魔法の瞬間。ウォンジョンヨヘアケアラインのデビューが日本で大きな話題となり、多くのファンがその魅力に引き込まれました。この成功の一端には、平野翔さんがアンバサダーとして起用されたことが大きく寄与しています。彼の存在がブランドの魅力を一層高め、 ファンとの絆を深めています。この記事では、ワンジュンギョのポップアップイベントの詳細と、その体験がどのようにファンと平野翔さんの絆を強化しているかについて探っていきます。日本橋に設置されたワンジュンギョのポップアップイベントは、多くのファンを魅了しました。このイベントは、平野翔さんの巨大なモニター映像に迎えられるという華やかなスタートから始まります。訪れるファンは、彼の魅力的な映像とともに、 ワンジュンギョヘアケア製品の世界に浸ることができます。イベント会場では、アンケートに答えることでサンプルを手に入れることができる特典もありました。また、銀座ロフトでも同様に製品が販売されていましたが、人気のため完売が続出しました。これは、製品の品質と平野翔さんの影響力を如実に示しています。イベント当日は、多くのファンが日本橋に集まりました。 13時30分過ぎに到着した筆者は5分待ち程度で入館することができましたが、これは幸運なことでした。多くの人々が並び、待ち時間を覚悟していましたが、スタッフの管理が行き届いており、スムーズに入場できました。巨大モニターに映し出される平野翔さんの映像は、まさに美の暴力と言えるほどのインパクトがありました。ファン同士の交流も盛んで、 整理券1枚で複数人が入場できるなど、友人と一緒に楽しむことができました。イベント会場内は、平野翔さんの大画面モニターが配置され、彼の CM 映像が繰り返し流れていました。これにより、訪れたファンは常に彼の存在を感じながら製品を手に取ることができます。特に、彼が抱きついた巨大なシャンプーボトルの展示は、ファンにとって大きな喜びとなりました。また、 イベント会場では新商品の香りの候補が置かれ、ファンが投票することもできました。このような参加型の要素が、ファンとブランドとの距離を縮める役割を果たしています。イベントスタッフは非常に親切で、訪れたファンがリラックスして楽しむことができるよう配慮していました。筆者が早めに退出しようとした際も、もっとゆっくりしてくださいと声をかけてくれ、その優しさに感動しました。さらに、 巨大モニターでの平野翔さんとの目が合う体験はファンにとって特別な瞬間です。このような細やかな配慮がイベントの成功を支えていると言えます。このポップアップイベントは現代のファンイベントの一つのモデルと言えるでしょう。単なる製品展示にとどまらず、ファンとブランド、そしてアンバサダーとの絆を深める場として機能しています。 ファンは平野翔さんの映像や巨大ボトルとの写真撮影を通じて一体感を感じることができました。さらにイベントの終わりにはサンプルを手に入れるためのアンケートや香りの投票など参加型の要素が多く取り入れられていました。これによりファンは単なる消費者ではなくブランドの一部としての役割を感じることができました。平野翔さんの起用が ワンジュンギョヘアケアラインの成功に大きく貢献していることは間違いありません。彼の美しい映像と親しみやすいキャラクターが製品の魅力を一層引き立てています。特に彼が実際に使用している姿や製品に抱きつく様子はファンにとって非常に魅力的な要素です。また彼の存在がイベントの質を高めファンにとって忘れられない体験を提供しています。これは ブランドにとっても非常に価値のあることであり、今後もこのような形でのプロモーションが期待されます。ワンジュンギョのポップアップイベントは、単なる製品展示を超えた、ファンとブランドとの絆を深める場となりました。平野翔さんの影響力と、スタッフの親切な対応が相まって、訪れたファンにとって忘れられない体験となりました。このようなイベントが、今後も増えていくことを期待したいです。ウォンジョンヨのヘアケアラインは、 その品質と効果からも多くの支持を集めていますが、特に平野翔さんのファンにとっては、彼が関わることで、その魅力が倍増しています。実際にイベントに足を運んだ多くのファンは、彼の大画面映像や展示物に触れることで、一層深い愛着を感じています。彼の映像に迎えられる瞬間や、彼が抱きついたシャンプーボトルの展示など、どれもファンにとっては特別な体験です。 イベント会場内の香りの候補に対する投票もファンとの絆を深める要素の一つです。これによりファンは自分たちの意見がブランドに反映される感覚を持つことができます。さらにスタッフの温かい対応がファンの満足度を一層高めています。筆者自身も早めに退出しようとした際にスタッフからもっとゆっくりしてくださいと声をかけられその心遣いに感動しました。これは 単なる製品プロモーションではなく、ファンとブランドとの絆を築くための大切な要素です。このポップアップイベントは、単なる一過性のプロモーションではなく、ブランドとファンとの継続的な関係を築くための重要な一歩です。ファンがイベントを通じて得る体験は、ブランドへの愛着を深め、長期的な支持を生む基盤となります。また、平野翔さんの影響力は、製品の魅力を一層引き立て、 より多くの人々にその価値を伝える手助けをしています。彼の存在がブランドの信頼性と魅力を高め、ファンにとっての特別な体験を提供しています。このようなイベントが成功する背景には、平野翔さんの人気と彼のファンに対する深い理解があります。彼の映像や展示物に触れることで、ファンは彼の存在を身近に感じ、その魅力を再確認することができます。これが、 ブランドとファンとの絆を深める大きな要素となっています。さらに、イベントスタッフの温かい対応が、訪れたファンにとっての特別な体験を一層強化しています。ワンジュンギョのポップアップイベントは、ファンとブランドとの絆を深めるための重要な場となりました。平野翔さんの影響力と、スタッフの親切な対応が相まって、訪れたファンにとって忘れられない体験を提供しています。このようなイベントが、 今後も増えていくことを期待しています。ウォンジョンヨのヘアケアラインは、その品質と効果からも多くの支持を集めていますが、特に平野翔さんのファンにとっては、彼が関わることで、その魅力が倍増しています。実際にイベントに足を運んだ多くのファンは、彼の大画面映像や展示物に触れることで、一層深い愛着を感じています。彼の映像に迎えられる瞬間や、彼が抱きついたシャンプーボトルの展示など、 どれもファンにとっては特別な体験です。イベント会場内の香りの候補に対する投票もファンとの絆を深めるよう。元の一つです。これによりファンは自分たちの意見がブランドに反映される感覚を持つことができます。さらにスタッフの温かい対応がファンの満足度を一層高めています。筆者自身も早めに退出しようとした際にスタッフからもっとゆっくりしてください。 と声をかけられ、その心遣いに感動しました。これは、単なる製品プロモーションではなく、ファンとブランドとの絆を築くための大切な要素です。このポップアップイベントは、単なる一過性のプロモーションではなく、ブランドとファンとの継続的な関係を築くための重要な一歩です。ファンがイベントを通じて得る体験は、ブランドへの愛着を深め、長期的な支持を生む基盤となります。